もうみんなって結構です。たくさんいますから、それぞれ発言して伝えたいと思います。皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は、仙台での大集会を用意しております。その前に私たちは仙台原発現地に参ってまいりました。全国からお集まりいただいた皆様に本当に感謝したいと思います。まずはこの仙台、そして伊方が再稼働の第1番目に挙げられていると言われています。ですけれども、私たちはこの 3.11 以降、原発は安全ではない、そして決して安くはないということをしっかりと分かり、これ以上原発を動かしてはならないし、そして作ってもならない、そのようにしっかりと受け止めてきました。今安全審査を行っていますが、絶対に再稼働はさせたくない、再稼働してはならない、それはここにいる私たち自身もそうですが、未来の子どもたち、そして進めようとしている電力会社自身にも再稼働はしてはならないという、そのように考えております。皆さん、再稼働をストップするためにこれからも一緒になって行動いたしましょう。今日は本当にありがとうございます。